私を遮るようにし、思い切って尋ねてみました。すると母は私の目を見つめてこう言いました。当時本気でそれを考えてたのは本当よ。でもなぜそんなひどい考えに至ったのか、今ではその時の私が理解できない。あの人の忘れがたみにまで手をかけようとしていた。大切な私の子供たちを、本当に私の頭は